よし、こっちは。こっち。よし、ちょっと待て。ちょっと休憩しよう。ね。よしよしよし。よく頑張りました。開始何分 ?5 分あのね、動画の尺がない。はい、よしよし。いいよ。今日はリキいいよ、飲んで。うん。まだ、今日一発目やけね。どうぞどうぞ。お、今日家臣がなんか積極的やね。よし、これぐらいしとこう。オッケーオッケー。うん、じゃあこれぐらいしとかんと、これぐらいしとかんと、え、わかった。もうこれぐらい、後で後で。よしよしよし。よく頑張りました。よく頑張りました。なんかこう、ものすごく、なんですか、僕、達成感あるんですよね。なんかこう読み通り思い通りできすぎて逆に怖いぐらい、うん、ですのでね、引き続きね頑張りたいと思います。よし、こっちか。よし、はいはいはい、よし、待て、座れ座れ。あ、行こう行こう。はい、犬入れ直しました。あれ、カジン、ちょっと待て待て、ちょっと来い、ちょっと来い、カジン来い、ちょっと待て待て、カジン待て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 、お前ちょっとおかしいぞここ。うわ、はい、行こう、はい、行こう。誰か無線取れますか？取れます。今リキ来ました。取れますよ。ね、家臣の右耳の下あたりちょっと3センチぐらい切れてます。引き続きやりますけど後で病院行きます。えい、えい、こっち。よし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 か、よしか、こっちか、はい、こっちか、はい、こい、よしか、カジンこい。よし、オッケー。よし、よしよし。よしか。よしよし。よし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 。ちょ、待てよ。ちょ、待て、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 ちょ、ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。また似てないって言われるんやけん、これ。よしよし、うん、うん、いや、もう、もういいって、もういいと。よし、こっちこっち、こっちこっち。あ、そうそう、これをね、ちょっと皆さんにお伝えしたいところなんですけど、家臣がね、右、まあ、人間でいうところのその、こめかみ付近ね、犬と人間と、位置は違いますけど、わかりやすく言ったらですね、右のあの、
こめかみあたりをですね、あの牙でピッとね、3センチ。今お前おるところを通っちゃった。抜けたんだ、そこ。3センチぐらい、切られたんですよね。で、これっていうのが、病院に行かないといけないレベルではあるんですけど、取り急ぎっていうわけではないんですよ。ですので、人間でも、ありますよね。例えばその格闘技のね、ボクシングでも試合してて、まぶたの上切ったと、それでもね、もう切って出血したら、もうすぐもう試合中止かって、そういうわけじゃないと思うんですよ。それと一緒ですので、まだやれる、全然やれると、だけど病院に行かないといけないよねっていう、怪我の具合ですので、その辺はね、心配されなくてもよろしいですので、これね、ちょっとお伝えしておいこうかなと思ってますね。病院にはね、もちろん行きますけれど、取り急ぎではないということですね。よしよし、よしよし、よしよし。はい、来いよ、コーチ。はい。どこだよ。お前の谷は違うんぞ、山が違うんぞ。コーチ、コーチ、よし。そこで降りるんじゃないで、尾根伝いずっと行って、お寺さんの方まで行った方がいいと思いますよ。そこ、結構妄想で渋いと思いますよ。よしよし、よしか。ああ、そうか。よしよしよし。はい。ちょっと待って、ちょっと待って。よし、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。家臣すごいな、今日。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょ、待てよ。ちょっと家臣つなごう。ちょっと待って。よしよし。そば、おやつも、気合いすぐさそうや。あ、違いますよ。よし、待て。はい、行こう。行きよるよ、そっち。何やってるんで？犯罪からサブラム行った。起こそうよ、起こせで。見たことないとこに乗ったら、太陽光の熱い日が見えるとこ、ここどこやろうか。そこあれよ、自分が車を止めとうとこよ。あ、そうね、はい。100メートルなんで、俺もし行ったらやないね。今まで見て。
あ、危ない危ない、ショートシュート多分、こいつの方が楽じゃないの。